はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、平成最後でございますね、今日ね、4月30日です。なんかこうね、今日の12時回ったら開言っていう、会合っていうね、言語が変わるよっていう、改める言語の言かな、開言っていう風な瞬間が訪れるらしいんですけどもね、まあ多分寝てると思いますね。あと今日はね、爪の話なんですけどね、まあ、前爪割れるって話したじゃないですか。この抗がん剤とか骨髄移植した人たちは副作用で爪が割れやすいと、ボロボロになっていくとね、こう波打ってしまうっていうことも前話したんですけども、それをね、この前回病院行った時に看護師さんに相談したんですよ。そしたら、まあ、意外な答えが出てきて、どうしたらいいですかねって聞いたら、ああそれはね、トップコートって分かりますって言われて、いや分かるよ、トップコートぐらい美容師やねんかとか思いながら言ってないですけどそう言われて、トップコートやったんですよね、答えは。そうか、まあまさかのトップコートっていう風にね、その医療機関から言われると思わんかったからね、まあ考えてみたらそうやなって。爪をね、保護する、まあネイルエナメルって今言うんかな、わかんないですけど、塗って、まあそれを保護するね、強度を強くするっていう風にするのは、まあ美容師として知ってたんで、まあそうか、単純なことやねんなと思って、まあ早くパンって理解はできたんですけども、まあだから塗ってみようかなと思って、ちょっと用意したんですよね、トップコート。奥さんなんですけども、まあ、勝手に言うてないんですけども、ちょっと塗ってみようかなと思います。まあ、これでね、ほんまに割れへんのやったらいいですよね、奥さん。これね、匂いが慣れてないんで。塗ってますよ、トップコート。まだ波打ってる。これ塗ってね、奥さんにバレるかな、バレるでしょうね、あんななんで爪光ってんのってなるやろうから。でもね、理由が理由なんで、あの塗ってね、強度を高めるようにしていきましょう。ぬれぬれね、このアラフォーのおっさんが爪塗ってるでっていうところなんですけども、これでもこの化粧品のね、これでいいんかなって思ったりもするところなんですけども、まあ、調べてないんで、ひょっとしたらね、医療用トップコートとかもあるかもしれないですけども、誰か知らないですか、聞いてみようかな、知り合いのネイルしてる人たちに。結構オンラインサロンとかやってるネイル界では有名なね、人とかいてるんですよ。まあちょっとね、名前出してもいいかって聞いてないから名前出せないですけども、そういう人にちょっと、まあ過去に爪の話とか美容の話とかでね、絡んだことはあるんですけども、やっぱ塗ったら塗ったらこの後何もできへんよな、乾くまで待たなあかんそうね。だからトップコートやからそんなに時間はかからんでしょうとは思ってるんですけども、これがどれぐらいの速さで固まるかどうかわかんないですけども、ちょっとこれで、何キラキラなってる、分かりにくいですけど、ちょっと塗りましたよね、皆さんの目の前で塗りましたんで、ちょっとこれで爪がどうなるか検証していきたいと思います。この後ちょっと足の指も塗ってみますんでね、まあ、ちょっとご期待ください。まあ、今日はこんな感じでした。
ね、すいませんね、おっさんが爪塗る動画で終わってしまって最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。